ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市大安寺町にございます、こちらのキッチン広々メゾネットタイプのお部屋にお邪魔しております。キッチンにはですね、大きな窓がついておりまして、こちらにもですね、これだけの開放部がございますので、風の通りもね、すごくいいですね。流し台がね、もう本当にこれだけも全然手が届かないぐらいの大きさになっておりますので、たくさん、ね、もう食器も置けますし、コンロもこちらに大きなものが置いていただくことができます。奥には洗面台がございまして、こちらでね、朝こう歯磨き、洗顔をしていただくこともできます。で、収納スペースも、こちらについてございます。キッチンはですね、これだけの広いスペースとなっております。で、廊下の方に出ていただきますと、こちらですね、お手洗いになっておりまして、洋式の綺麗な便座ですね。で、こちら窓がついております。浴室はなんと追い焚き機能がついております。清潔感のね、タイル張りの浴室となっております。玄関にはシューズボックスも大きく、ついておりますので、たくさん収納していただくことができますね。で、こちらが1階部分、そして階段を上がりますと2階部分ということで、1階と2階がね、両方専用スペースとなっております。奥の方に進みますと洋室ですね。こちらが約6畳ほどのフローリングのお部屋となっております。こちらにはバルコニーがございまして、奥にはですね、洗濯機を置くスペースがございます。で、こちらに押し入れがございますので、たくさん収納力もね、あって、最後に、押し入れ、が奥にございます和室となっております。畳6枚の、ね、お部屋ですね。こちらにもバルコニーがついております。お日様が今こうさんさんと入っております。こちらですね、収納スペースとなっております。上までね、しっかりと収納していただくことができるようになっております。大変静かな、住宅の地域になっておりまして、ファミリーさん、もしくは広く使いたいね、単身さんなんかにもおすすめの物件となっております。詳しい情報は弊社のホームページでぜひご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスキーでは皆様の応援探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。